안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미호입니다자今回もね2人で映画を見ていくんですけれどももう今回見ようとしてるやつもめちゃくちゃ数が多かったわけじゃないけど、うん、コンスタンス定期的にってこと定期的に来るんよおーリクエストとしておー結構前の映画ではあんねんけど俺もね久々もう一回見たいっていうのもあって見ようと共有してみようかなと思いますはいそのタイトルはジブロジブロジブリかと思った分からん何系かどういうジャンルでも当てはめれんな、うん、マジで極端にホラー系でも全然いけるなうんうん、うん、家に来るみたいなね何かそうそうそうじゃあもう早速見てみましょうかはいナッツうんちゃん何年ぶり十何年ぶり20年ぶり、何そっかこれ余眼っていうねんこういうそ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 うワンヘって王がやってたやんあやってたやってた食べるやつねこれは食べるけどな먹고싶은거돈도없으면서피자햄버거케타피치케거봐알지도못하면서아잠깐만얘피자햄버거케타피치케뭐네맞아코코네코코달코코치킨야치킨맞아코코달코코치킨야치킨우와오와제닭이게무슨케타피치케어몰라내가케타피치킨치킨이라고했잖아프라이드누가물어봤더니래美味しいで食べてみてあうおー食べてみた何つけてんのやろ塩やろなあ塩野獣のように食べてる影がもうちょっと濃くそうやもんこれがお金調達方法やなそういうことやねうおー食べたいああそういうことかおも人気やんほんまにやなそのまんまやんおーおお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 お저건너편가게할매가내보고할매서신분때에그할매는무릎이떠져서범잡지못하고있다니까할매가한번가보이소우와맛이엽기토끼못했다인형めっちゃめっちゃ희소희소뭐먹고싶냐고아까부터물으시네초코파이초코파이昔のパッケージやへえー、そうなんや、うん、チョコパイ、むげ昔の箱へえー、青なにゃおあいなあいなあいなあというあいなあたんもけっていたぎなおもんつるわなんむるぱがぱもんながつるわつきじょにとばなんか死ぬ前に青がずっしりくるね。うん、自分で割るから。おじにゃにか。あんまりだまりよ。おじっそ。ちょくん、ちょくんとは。くれ、こき。こきっそ。いや、なんで。か。おっそ、おっち。見てられへんこれは見てられへんあ邪魔っそ逃げ坊やパッ
のにすごくいやそれでどうにかしてみようと思ってるところがおもろい最後の抵抗ね、ボロボロや자잘봐다시이건아프다이건보고싶다써봐싶다맞췄어아そうだ엄마와아下が何えこれじゃなくてこれそれそれそれ그것도못하는데할머니말못하니까전화도못하는데편지도못쓰면어떡해할머니많이아프면그냥아무것도쓰지말고보내그럼장우가할머니가보낸줄알고금방달려올게응알았지バスクトークやん針がある限りました2002年うん牛と犬の名前も名前出てたはい終わりましたうんちゃん TV でやった映画の中で、うん、一番はぁってしてるやろほんまに心が現れた現れたもうヒーリング受けてるからもういいねもういいね一番最近で殺し合いとか見てたのに殺し合いをしてみたり犯罪者守ってみたり大事よねこういうの挟むの、うん、マジで俺これ何もう本当に20年近くぶりに見たって感じ2002年って書いてたもんね、俺は高1やでその間もなんかこうたまにテレビとかでやってたら、うんまあ、ちらっと見たったりしてたけど、うん、こうやってチャット見るのはマジでほぼ2年ぶり私もう7歳とかやもん見たから思ったと思うけど商業映画っぽくないやんか、うんうんうん、独立映画というか帝王さんの映画で作られたんやけどスタハヨさんとかも出ないし最初投資をもらうのにちょっと苦労したらしいそうなんや、やけどこれね意外と成功してるんよあなるほどね140万人ぐらいまあまあこの低予算の割にはすっげえ純利益をめちゃめちゃ足してる映画かなと思う日本とかやったら金曜ロードショーみたいな感じですっごい再放送されそう、うん、家族みんなで見てねみたいな映画そうそうそう、うん、どうでした個人的にはその韓国の昔の、うんちゃんが言ってたあのウサギあよきときね出会ったり、チョコパイがね、昔のパッケージやったな、そうそうそうめっちゃ懐かしかったなあれはマジでめちゃくちゃ前のパッケージなんであとはなんか仕草一つ一つがマジで自然すぎてご飯パーンってするやんか、でおばあちゃんがこう取ってうわーにつけるやんかすっごい自然というかうわ俺それあごめんご飯を拾いながらちょっとこう残ってるやつもこうやって食べたりするやんかそういうシーンをするとこも自然なんでか分からんけど涙出てきたなんでなんで何コアのことをコアもったいないと思いながら今泣いてるの違う
俺も実際に小学校の時はおばあちゃんが結構田舎の方に住んでて、あれに近い環境での生活をしたことある。おばあちゃん蜂を育てたり、蜂、うん、家にもう蜂蜜めっちゃあってん、巣付きの、すごい、家の後ろにある栗の木、こうやって栗の木から栗取ってきたり、柿取ってきたりなんか今思うとすごい貴重な体験なんだろうなって思うよね、うん、でその時におばあちゃんと遊ぶ時はこそってその時全部教わってなるほどね。美穂はちなみにこういう田舎生活とかは一泊とかしかない、うん、おばあちゃんの田舎にちょっと遊びにいてみたいな、なんかセミの抜け殻集めたのぐらいしか覚えてない。美穂が唯一触れる虫、虫じゃないけどこの映画を見ながら皆さんね、こういう経験をしたい人は懐かしいと言いながら見たと思うし、この今の状況ね見てまあ楽しめるやんか、そういうのでヒットしたんじゃないかなと思うな、この映画は。確かにね、うん、じゃあこの映画で好きだったし、もしくは印象に残ってるし、実体験も含めてやねんけど、サウの髪の毛をおばあちゃんが切るし、ああ私もちっちゃい頃からおばあちゃんが髪の毛切ってくれてて、おピロンピロンやって花子やん、ほんまにそんな感じやった頃があってすっごい嫌で、それが意地でも切りたくないって言って、小学校の頃にはもうこれぐらい、になるぐらいほんまにめっちゃ伸ばして、切られたくないという意思とっていうのがあったから、あのシーン見せ見せられへんしサーブの気持ちもわかるしわーってなったね。俺やけどもうちょっとね、さっきちょっと出てしまったけど、その場面の続きやけど、サーブが食べんやんか最初、うんうん、で夜こっそり食うところを影BGM 間違ってたらこれこらえがたみたいな、ほんまにって、コク思い出したもんあと自分でヨガン壊したから、うん、夜のトイレにおばあちゃん引き連れて行った時に、うん、おるちゃんとおるみたいなちょこちょこっておばあちゃんがこうね、うん、見えるところまで来て、うん、あのやりとりもすっごい好き一番最初はおばあちゃんやっぱりこう喋れんから、うん、石投げておるよっていう表示をするやんか、うん、あれがやっぱり良かったな。よかったね、うん、あと思い出してもちょっと涙出てくんねんけどさ膝の悪いおばあちゃんと会ってる時に最後に死ぬまでにもう一回会おうみたいな、あのセリフ、あの二人が言ったら重みが違いすぎてあのセリフはだいぶ印象に残ってるね。いやーほんまにそう、うん、あいこい楽しいこの映画ってやっぱりこうサムの他人の気持ちを分かるようになっていく、うんうん、まあ、そういう成長の話にもなってると思うんやけど、その過程の中で市場に出た時にお金を稼ぐための過程を見て、その後にザジャンミョンも食うのはいいからこう食ってんねんけど、なんかえ俺だけやなみたいな、うんうんうん、なって、でその後に自分が一番欲しかったバッテリー屋さんが目の前にあるっていうのを見たのにもかかわらず、バッテリー買ってバッテリー買ってじゃなくて今は言えへんなっていうのをしっかり感じてるところが好きあとはもう個人的に良かったなって思うのは、こういう映画で亡くなり落ち、あーはいはい、をしなかったっていうのがすごい良かった。最後におばあちゃんが亡くなで、うん、息子がお葬式とかねお墓の前でこう涙ぐんだり、なんかそういう場面が出てきたりそれで終わったりするやんはいはい、そういうのじゃなくてあの終わり方がもうすっごい良かった。なるほど、そういうところに持っていってこう感動誘うようにあの作ってしまうのもまあ簡単っちゃ簡単やけど、衝撃的なところを狙うんやったらね、そういうのもね一つのねありのパターンやけど、それをしなかったのも本当に今考えてみたらいい選択あったかもなっていうのは今思ったの、確かに、うん、あと俺が好きというか今日もう一回こう見た後にこう気づいた点やけど、エンドロールが素晴らしい、虫だったり犬だったり、あの子らのキャストしたところの名前も入ってたからめっちゃそれが面白かったあーいいね、それに気づいてうーわーと思って、あともう一個はおばあちゃんがバスを乗るとき、バスの番号とかどこどこ行きとかではちょっとわからんから、うん、中を見て乗ってる人たちのこう顔ぶれを見てあ自分が乗るバスをこう確認していく、その表現もね、はあ、やっぱそっか
か、そうなるか、それを表現したのも、あの、わ、リアリティあるな、いいなと思ったし、しかも、あ、おばあちゃん、あの、このパスで当てますよっていうのを言ってくれる、周り人がおるっていう、その設定、せやなっていう、そういう演出も、あ、いいなと思ったな。抜かれないっていう。さっきうんちゃんも言ってた、ジャージャーミョンのシーン、うん、もう、重人助が出てきてさ。ねえ、まんまやったもんな、ハイマニン系やな。まあ本当にね、もっとこう細かいとこ行っていったらもっとあるけど、全然あるね、うん、まあこれぐらいかな、うん、じゃあこの映画でちょっと残念だった部分、残念だった部分はないです。おー、何回も考えたけど、本当ないかなって、うん、ないです。おー、うん、素晴らしい。で、俺やけど、俺はね、ないです。サンゴの成長を限られた空間とその状況の中で見せていくその方法がもう本当にもう素晴らしかったんで、いやもう文句ないなと。すげえ、二人ともないからもう終わったよ。じゃあこの映画の点数をつけてみましょう。ちょっと待ってな。うん。はい。はい。あ、ちょっと待って。じゃあ、ミオの点数は？私の点数は、4.7 です。うわ何級なの？ EXIT とか、おー、魔女子とかやったね。なるほど。やっぱりこういう系の映画で、なくなり落ちじゃなかったっていうところと、すごいリアリティがあって、すごい平凡な流れなのにずっと見れたやんか。そう。見た後にすっごい気分が良くなる映画やったから、うん、好きだなと。出会ったね。出会ったね。うん。ありがとうございます。誰におすすめしてくれた、あ、はい、せやな、うん、そして映画を作ってくださった皆様、はい、ちゃんの点数は、俺の点数は4点です。お、4点っていうのは本当にその当時つけた点数でもあるんだけど、うんうん、何年後に見ても与えてくれる感動変わらんなっていうのを改めてもう一回見てもう感じれたんで、素晴らしいなと思う。こういうジャンルの中では一つの傑作かなと思うぐらいなんで、なんか変な演出とかがないから今になっても普通に見れるもんね。ま、一箇所だけちょっとね、あのちょっと愛嬌単語がドラーッやってバーン倒れた後にこう、お前靴をポン投げた後にこうカメラをちょっとだけこう揺らして、まあでも可愛いやんかその演出、もうなんか姿見えたもんねこうやってこっちも逆にのほほんとなるし、それがもうマイナスにはならなかった。さあ、うんちゃん TV のジブロの点数は、せーの、 4.4 素晴らしい、高い、うん、2人の中でやったら一番じゃない？おー、1位や。おー、次がラッキーどなたかがすっげー点数になったんでね、大好きその次がまあ完璧な他人が 4.1。 おー、なるほど。いや、今日これ見てよかったね今後もね、あのジャンル問わずこういうのもね、見ていきましょう。はい、うん、じゃあ、イボンヨンサンヌヨギカジゴヨチョイヌンとタウンヨンサンソーベトロカゲスミダハードゥセせよー。チョリの名前見て。チョリチョリチョリ。人魚。え？同じ名前。あ、びっくりした。びっくりした。嘘やろって思った。